そうですね、成長を経ての2期のスタートだったので、まあ、でもほっこりしたシーンですけど、僕らとしてはこう久しぶりにそのキャラクターを演じるので第1話なので、そういう意味でのこう緊張感はすごく個人的にはありましたね。まあ、あとはその成長したっていう姿を、なんだろう、こう話が進むごとに見せていかなきゃなっていうのは原作を読んで後の話も知っているので、そういうこうなんていうの、覚悟みたいなのはありましたね。ちょっと待ってください、はい、この瞬間に、何か笑いが起きてしまってますよ。何でしょう、何でしょうか。はい、さあ皆さんね、今日はいっぱい笑って帰りましょうね。何があったんでしょうね。確実に視界も把握できないぐらいのこと誰かやってますよ、はい、誰だ、何かが起きてるぞ。そういうことか、今、多分僕はね、彼にああいう目によく合わされてるんでね。分かります。楽しみにしてますよ、今日も。ということで、声で表現する職業の方の顔芸をご覧いただいているということが今把握できましたよ。さて、それから…あ、握りつぶしてる。戻ってる。はい。そして、すいません、次に喋っていただきづらいじゃないですか。カメラ上絶対その人に被ると思うんですけど、内田さんに、日和ちゃんのことちょっとお伺いしたいと思うんですけど。さあ、カメラの判断が迷っていますね。さあ、内田さん、日和ちゃん結構2期の間で一気にキャラクター変わるじゃないですか。そうですね。どんな気持ちでやっていらっしゃいましたか。福山さんのことを忘れてください。今度横の人がね、横の人、楽しみだしちゃった。私としては、一期の時に一期の時に、うん、2期の時もすごいずっと緊張しながらの収録だったので、2期になって、またこのメンバーでお芝居できるっていうのがすごい嬉しかったので、あのシーンはとにかく1期の思い出しというか、そういう感じも含めてすごく楽しく演じさせてもらいました。日和は結構わたわたしてるシーンもありましたし、なのでそうですね、すごくああいう茶屋のシーンっていうのは大切にしています。さあ、ということで、もう完全にですね、僕はちゃんと聞いてましたけど、かなり頭に入らなかった人がいたら申し訳ないなという気持ちが今ちょっとあるシーンでございましたが、まずは一つ目、じゃあそれでは続いてはですね、今日せっかくのこの皆様に集まっていただいたので、ちょっとしたお遊びもやりたいってことで、ちょっと前の方にご移動いただいてもよろしいでしょうか。はい、そうなんです。続いてのコーナーはキャストの皆さんに3チームに分かれていただいて、おどけごとお遊びを行う時間ということで、そうです、福山さんお待たせいたしましたというテレビの、コーナーでございましょうか。やりたいことがあったらかなりやれるんだけど、いや意外に僕真面目なんですよ。さあ、一体どんなことになるんでしょうか。今からですね、まず皆さんに3チームに分かれていただいて、このチームの分かれ方もかなりキーになりそうですね。お呼びする順番にですね、